はい、どうも、メイドです。今回ですけども、明日新ガチャ情報解禁されるというところ、まあ、多分されると思うんで、ちょっとね、動画にしております。で、本日、6月14日ということで、今現在ですね、このセレクトボックスが開催されておりまして、これがね、16日の木曜日までというところになっております。で、まあ、前日の15日の水曜日にですね、新ガチャの情報が解禁されると思います。じゃあ何が来るのかっていうところはですね、もう第2弾ピックか、まあ新積む確率アップか、まあ第2弾セレボなんですけども、まあ多分ピックアップガチャなのかなと思います。けど、まあ一応ちょっと前の動画でね、言った通りですね、第3弾新積む来た時のスケジュールを確認したらですね、先に新積む確率アップが来てる時もあったんで、はい。まあその辺はどっちか、わからんっすね、正直。はい。この時の第3弾新積む来た後は、あれですね。あ、ここはあれですね。ちょっとまた特殊なんで、9000万ダウンロードセレブもあったんで、あれですね。ここですね、ここ。ここで、まあ、新積む第1弾、第2弾、第3弾できて、で、第1弾、のセレボピックが来た後に第2弾の、あ、第2弾じゃなくて、新積む確率アップが来たというところですね。はい。その後第2弾のセレボピックみたいな。まあこういう形もあるんで、まあどっちかですね。はい。まあその情報が明日解禁されるかもしれないというところになってます。ちなみに一応去年の6月のお話、はい。をすると曲付きシンデレラが来てるんで、まあワンチャンね。まあ一応6月に登場してるツムなんで、シンデレラって。まあそこが一つあるのかなというところですね。で去年は、ピクサーツムが、メインの、まあ新ツムだったんで、まあピクサー関連の、まあガチャが多かったりもしたんですけど、はい。どうすかね。ちなみに、ここで魔女マネが、ね、復活してるんですけど、ジャマレも最近さ、復活しないんで、ぼちぼち来るんじゃないかなっていうのもあります。まあ、雪色もあるんだけどね。まあ、ただピックアップガチャには来ないと思うんで、まあ、その辺はセレクトボックスの方に入ってくるとは思うんですけど、はい。まあ、一応そんな感じになるかなと思います。で、まあ、ピックアップガチャなんで、ブライド系がね、来るんじゃないかなと思ってます。ブライドアレル、ブライドラプンツェルとか。この辺が、ま、大概入ってる。毎年。はい。入ってるんで。っていう感じになるのかなと思います。ただこれラストショーがさ、今回は、服付き、ボイス付きのどっちかになるんですよね。確か。もうすでにスキチ系のやつが来ちゃってるんで。はい。おそらくラストショーは服付き、ボイス付き。で、それプラス、まあちょっとブライド系であるとね、もう基本的に引く価値はないんですけど、まあ多分そんな感じになると思います。はい。で、新積む確率アップの場合だったらですね、この全5種の新積む確率アップが来ると思います。で多分、キャベツミッキーが 4% になるんじゃないかなと思います。他が 6% 感じかな。6%、5% かな。5% かな。5種20の、キャベツが 4% で、新積む全体が 24% の確率になると思います。はい。まあ、なんで、4分の1で新積むが引ける、みたいな、そんな形ですね。まあ、正直キャベツ以外は弱いんで、っていうところはあるんですけど、はい。っていう感じで、まあ、今月のガチャスケジュールはほぼこれで決まってますので、まあ、ピックはね、いいとして、まあ、まず、目先だと第2弾セレボが、まあ、どうなるかっていうところで、まあ、コインの商品もね、あると思いますので、はい、そこを注意してもらいたいっていうところと、あとは、月末のイベントがステッカーブックなんで、スキルチケット回収できるんですよね。まあ、ただ、新積むしか使えないというところになってますので、まあ、新積む、はい、持ってない方は、そことのコインもですね、ちょっと、見ていった方がいいのかなと思います。はい。ってな感じで、まあ
動画としてはちょっと短いんですけども、明日解禁されると思うんで、まあ、されたらですね、また、引くべきかどうかというところの動画、解説していきたいと思いますので、ぜひ皆さんチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。